ツーダンク、アウトフックストレート、スイッチして2回、はい、はい、いいっすね。おはようございます。エミチューブ始まりました。久しぶりの更新になってしまいましたけど、今日はですね、休みの日のちょっと私の何をしているかなんていうのを1日撮ってみたいと思います。よろしくお願いします。今日は実は朝ネイルをお家でしようと思ってます。超セレブじゃないですかセレブというよりも、あの前にサロンでやってた、ネイルのお姉さんがいまして、彼女が独立して今お家に来てやってくれる方になっていて、それでお家に来てもらってます。なので今ただいま10時半ぐらいでございますので、今からその方が来るのでネイルの様子をお伝えします。ちょっとお家もまたね、向きを変えたりしてこんな感じにリニューアルしております。多分もうすぐピンポーンって来ると思うので、そしたらまたお話ししたいと思います。あ、来た。おー、すごい。わかった。すごいやん。ワフワフ言ってますが、ワフ。おはようございます。ちょっと YouTube を回しています。そうそう。あの、怖い、ワンしてますけど。はい。あの、どうぞ。はい。どうぞ。失礼いたします。映したらまずい。私ですか？さ。小林ちゃん。小林ちゃんと言います。小林です。どうぞ。すみません、失礼。どうぞ。さあ、ネイルを始めます。朝10時半ですからね。よろしくお願いします。お願いいたします。朝11時半ですから本当に、はい、いつもはね、飲みながら夜とかね、はい、やったりね、いただいてするんですけど、小林ちゃんとも長い付き合いですね、もうね。あ、ですね、そうですね。もう何年前だろう、あれ。何年前なのか。10年10年以上前だよね。私も40代だった。そうだよね。はい。え、ってことはもっと20年近いってこと。うわ怖い。すごいですね。これは、これは怖いですね。でセレブでしょって話してたのか。家に来ていただいて。あ、そうですね。でも、あの、小林氏が、そうなんです。その、独立なさって、まあ、一人でやられるようになり、あの、お店を持つというより、出さまわりしてらっしゃる。そう、そうなんです。あの、ファイル1本で。はい。1本でね。流しで、はい。流しでね。はい。各地へ飛んでらっしゃるということで。はい、本当にありがたいです。ご迷惑を。全然ですけどね、もうそういう状態でね、恋人募集中でございます。大丈夫ですか？結構見るときは見ますけど、大丈夫ですか？ほぼほぼ顔見えてない状態で、よろしくお願いします。でもね、これ出会いになったらね、そうですね、ご、すぐにご報告。はい、あの映ってる人は誰なんだと、はい、あのコメント欄になってる、はい、ことでなることをね、あの願ってますけども、本当にどうにかしていただきたい。はい、周りにいる女子、もう女子が通り過ぎても40代になってしまい、皆さん ね、なかなか表が、まあ見えてこない形。そうですね。私は全然いいんですけど、そういうみんなが大好きですけどね。そのやっぱり女子としてね。フルマラソンを何往復してるか。そうだね。ゴール見えてこないです、ね。まだゴールがね、見えてこない。まあ30代後半から男性に出会う難しさっていうのを周りをね、こう意見とともに感じるわけですよ。こんなにやっぱり出会えなくなってくるし、理想も高くなるというか。そうですね。ね、やっぱりこう、高くなっちゃいけない。申し訳ございません。申し訳ございませんなんですが、やっぱり、ここまであれしたなら、もっともっと人がいるんじゃないかというところで、折り合いがつけられなくなるという。
という現象が起こっております。よくわからない状態で落ちる現象がね、やっぱ周りで多々ありますよ。タイミングしかないですから ね、 もうこれは本当に、はい、何なんですかね。あ、私はいいわと思っても向こうがいいわと思う奇跡ってあるんだなっていうね。で、それが当たり前だと思ってしまいがちだけど、はい、こんなすごいことはないっていうことなんだよね。そういう話をいつもしてるわけです。そろそろいいご報告を。いや、本当にそう言ってもう20年だ途中娘も生まれ、そうですね、かわいかった。その娘が10歳になり早いねっつってね、いつもね、何も変わらない周りっていう、はい、もう一人の子供なんてね、友達にね、はい、高校生イケメンに、はい、高校生になるキラキラした世界がなかなかね、そうですね、今年は運気がいいと、はい、思い込みで生きていこう。そうです、急にね、色のあれも全て綺麗になって、道具も全部一新を一新して、はい、急に今日実は撮ること言ってなかったんですけど、タイミングが良、ね、かったですね。そんな、でもバッチリメイクで来られてもちょっとびっくりしちゃう、みんなすごい髪びっくりしちゃうんで、それはそれで、そうですね、うん、本当すいません全然ですよ、もうあのそこは誰も求めてないんで大丈夫です。色に納得せず色を作ろうかと、はい、もっとベージュな、そうですね、なんかこれだとキャメルすぎる、そうですね、キャメル、こちらだとピンクすぎる、濃い方に近い方がいいですか。ミルクティーみたいな色。あ、わかり、はい、わかりました、かしこまりました、はい、はい、ちょっと混ぜて、ネイリストさんなのにネイルをしてません。あ、ポップコートベースコート一応塗ってます、はい、いや、私の中のあのネイリストさんはちょっと違うんで、違うんで、どちらかというとこちらの方が近い、うんうん、そっちの方が近いですね。あ、じゃあちょっとこれを、うん、大丈夫、わえっつったけどわえっつったけど、普段はあんま混ぜないんですけどね。そうですよね、今日はちょっとあの色がなかったので作っております。噛んでおります。麦に近い色ですね。あ、そうですね。あ、でも可愛いかも。可愛いんで、でもそうなんです。ここにベージュを入れるか入れないかを今迷ってます。ちっちゃく作ってみますか。ちょっと入れたバージョン。そうだね。小林ちゃんです。あー、なんかピンクベージュになるんだな。はい。やっぱり。ちょっと、はい。こっちのベージュにしようかなと思います。はい、ちょっとこっちだとコンサバかなと。あ、そうですね。ちょっとコンサバよりに思いましたんで、手前のあのこいつですにしようかなと。私昔は深爪でございまして、親父に会った頃は直した後だったんですが、はい、ちっちゃい頃に爪を噛む癖があって、だからもう下の方にこう行っちゃうね。そうですよね。白い部分が。はい、お肉の下にそうなっちゃって、はい、っていう爪の持ち主だったんですけど、私も、あ、本当、本当綺麗に伸びましたよね。そうそうそう、だからジェルにある意味助けられ、伸ばして伸ばして、うん、なるべく折らないように伸ばして伸ばしていったらなりますよね、この綺麗な爪に治って、はい、まあでも最近って言ってもたまにフレンチとかもするけど、フレンチネイルとかも短めで単色っていうのが好きですね、私は。そうですよね、もうずっと。そう、なんか洋服の邪魔もせず、うんうん、強烈な色とかを逆に足に塗ったりとか、夏は。そうですね。そういうな感じでしてますね。なので深爪でね、お困りの方はぜひジェルネイルでちょっと直すっていうのに。はい。お手入れしていただくとだいぶ変わりますね。ね、違うからね。やっぱ爪が私もね、あの強い方じゃなくて、はい、弱いので薄いんですよね。柔らかくて薄いので割れやすいというのがあって、料理たくさん作る週とか、うん、温泉ガンガン行く週は結構すぐ取れたりしますね。やっぱりね、食器を洗う時はゴム手袋してるんだけど、結局ご飯作ってる時はそうなんですね、できないから。そうなんですよね。ちょっとこれでまた色がついたら最後に見せようかなと
さあさあさあ、仕上がりました。何色と言いましょうか。ベージュでもコンサバじゃないベージュ、はい、イメージ的には私の中でゴールドのアクセが合うベージュですね、はい、この薬指が一番上手にできました。すごく右はちょっとね、やっぱ使う手なんで短いのでね、こっちの方が綺麗かな、はい、思いました。マスカケ線でございます。あ、はい、私もです。両手マスカケ、私もです。ということでよろしくお願いいたします。それではさよなら。出発します。今からキックボクシングに向かいます。お腹空きましたね。車の中ではあの曲聴いてるんですけど、だいたい年齢的にドリカムとかサザンとか夜遊びとかも聞くし、マイケル・ジャクソンも娘と聞いたり、最近はブラックピンクも聞きますよ。ちょっと流していいんだかわかんないんで流さないですけど、そんな感じでやってます。車は結構もう何年ぐらいかな、19歳の時に免許取って、そこからずっと現場にも自分で運転していったりしてます。眠い中教習所に通ってみたいな感じでした。ボクシングも週に1回なるべく行くようにしていて、この後その映像が流れると思いますが、強くなるために行ってるというより上手にというか、もうとにかくリフレッシュ、お休みの日のリフレッシュ、まあ、仕事の合間に行ったりもするけど、とにかく自分がリフレッシュするために行ってます。変にこうガチガチのトレーニングよりもすごく合ってて楽にできますね。やっぱ40代、まあ46になって、特に40代過ぎて45くらいからね、やっぱりね、動かないと体ボヨボヨですよ。飲んで食べてボヨボヨ。かといってね、もうやったってボヨボヨですよ。どうやったらボヨボヨじゃなくなるかなっていうぐらいボヨボヨです。お腹周りね、もう本当にやばいもん。一人ごとですけどね、全部ね。とにかくキックボクシングに向かいましょうということです。こちらでございます。ここでキックボクシングをやってます。ここから入っていくんですけど、この辺でさよならします。こんにちは。こんにちは。山先生です。よろしくお願いします。こう来ましたから年齢大体わかるでしょうっていう感じの、はい、よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。ちょっと初めての YouTube 出演ですから大丈夫ですか。ダメか。大丈夫。頑張ります。お願いします。お願いします。はい、じゃあ素を正して、そう。はい、マックスを読め。では、練習を始めます。よろしくお願いします。はい、ではストレッチしていきましょう。足を崩して、はい、足の上と裏を合わせたら膝パタパタでいいです。最近その辺も言わないですもんね、先生ね。え？もう回ってるから、ほら、先生。いつも言うんですけど。先生、ね、トークが弾むから弾みますよ。新生越しにとろ。あ、これいいですよ。なんかあの先生お坊さんみたい。先生プロテインとか飲んじゃってます。飲まないじゃん、いつも。大体いつもここで飲んで帰ってます。美味しいです。じゃあ体の前手を組んで、手のひら、手の甲を目いっぱい伸ばして左に倒します。はい、OK、反対です。なんか真面目。テレビ用になるんです。いや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 。いつも言わないじゃないですか。いつもどうだった？全然言わないじゃないですか。十年も言いました。ねえ、でもあれ予想行き。すげえちゃんと言った。
最初のレッスンの人たちも。そうですね。僕が一番緊張します。テレビじゃないですか。YouTube ですか。イメージさんで YouTube の緊張します。そうなんです。ということで、もうこの後は娘が帰ってきて、ご飯を作るというところになるので、ちょっとバタバタが非常に多くなっちゃうので、撮ってると大変なことになるので、またなんかご飯の撮影とかも、YouTube もできたらいいなと思いますので、その時はぜひご覧ください。皆さん今日はお付き合いありがとうございました。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。もう、ボクシングで疲れました。じゃあね、バイバーイ。